今日はなんと、浅川さんが素敵なコースを作ってくれたよ。うぷ主とモフさん、それぞれのコースを半自動リメイクしてくれたんだぜ。ありがた、楽しみすぎます。まずは、うぷ主のコース、8分上でスピンからだね。ちなみに、この元になったコースは、再生リストの中の26番で紹介してますので、ぜひ見比べてみてください。全自動職人浅川さん、その真骨頂が見られるね。ここまでまさに完璧な再現です。このコースの最大の見どころ、パックンスピンからの超大ジャンプも見事なんだぜ。赤コインの配置も、原作のまんまだね。いやーすごかった。まさかここまでとは思わなかったよ。お次はモフさんのコース、くるくるランチ、だな。こちらもスピンジャンプを使っての半自動コースだね。モフさんのコース特有の超難易度、どういう風に再現されているのかな？羽根付きのパックンやバネを使って、まさに絶妙なタイミングで進んでいってるんだぜ。コンベアからパックンが流れてくるタイミングを合わせるだけでも大変だと思うのに、さらにバネの動きまで完璧に計算するなんて、あなたは神ですか？天才ですか？私はこのモフさんのコースはまだやってないんだけど、これを見ただけで難しそうっていうのが伝わってくるよね。そうだな。よし、このコースやるのはやめておこう。いや、ちゃんとやりますよ。うぷ主が。まさに神コースという意外言葉が見つからないね。浅川さんに、完璧超人の称号を授けましょう。これからも、素晴らしいコースを期待しています。他のコースの自動化も、よろしくね。では、いいねして次のコースに行きます。4つの部屋と、4つの赤コイン。4つの赤コインを全部集めると、龍が出てきて願いを何でも叶えてくれる。あれ？全く関係ないし、そもそもあっちは集めるの7個だからな。なるほどなるほど、全部で4つの試練があって、全部クリアすればいいんだね。それぞれの試練の前にマントもらえるんだな。優しい制作者さん、大好きです。さて最初の試練に挑戦していくよ。平和な世界に突如現れた異変、白霊の巫女を名乗る赤まんじゅうを、砲台やキラーを使って倒すシューティングゲームだね。お、それ面白そうだな。業務が終わったら、次私にもやらせてほしいんだぜ。ふふふふ、愚かな人間どもよ。私の弱点はお金だぞ。私にお金を送ってくれば、きっと私は逃げ出してしまうであろう。なるほど、それはいいこと聞いたよ。1000円くらいでいいのかな？いやちょっと待て、あのバカにはうまい棒1本買えるくらいで十分なんだぜ。愚かな人間どもよ。まんまとまんじゅう怖いさせんに引っかかりおったな。そんなわけないだろ、お前があまりにも痛々しくてかわいそうだったから、少し付き合ってあげただけなんだぜ。え、業務も？無視して後で恨まれても面倒くさいからね、ちょっとだけ付き合ってあげました。あ、そうでしたか。どうする？中間取るのか？4つの部屋があるなら、半分終わらせた後の方がいいんじゃないかな？それじゃ、次は左奥のとこに行ってみようね。今度は、ツタを使って、バブルをかわしていくステージか。マントマリオ状態だし、多少のことならゴリ押しでいけちゃいそうな気もするね。霊夢がゴリ押しをやめる日は、果たして来るのであろうか？間違いなく来ないだろうな。もう、照れちゃうからそんなに褒めないでよ。褒めてねえぞ。そして早速ダメージを食らうのであった。これじゃあゴリ押しのしようがないね。だからしなくていいってば。でも皆さんご安心くださいね。まだ大きいマリオの状態なので、あと1回はダメージ食らってもゴリ押せます。そろそろいい加減、ダメージを食らわないで進むっていうことを覚えていってほしいんだぜ。マリサ、それは霊夢に限っては無理だよ。あ、そういえば前回の動画で、コースの ID を入れるっていう話をしてたの覚えてるかな？確か、今回の動画から入れると思うっていうようなことじゃなかったか？考えてみたら、一番最初のマリオがピョコって跳ねるとこで、コースのタイトルと ID が表示されてるから、別にいらないんじゃないかなと。なるほど、表向きの理由はそれか。で、本音はなんだ？めんどくさいです。嘘ですごめんなさい。でも、要望が多ければやりますので、ご意見いただけたら嬉しいです。Twitter でもここのコメント欄でもいいので、よろしくお願いします。さてここからはしっかり実況していくんだぜ。中間ポイントを取って、浮き輪が多そうなところに挑戦していくよ。浮き輪の扱い、苦手です。他の動画を見ていただければわかると思いますが、うぷ主は本当に浮き輪が苦手です。前回も、早送りして、下ったのごまかしていたもんね。ここは壁際にトゲも配置してあるから、浮き輪で跳ねる時に注意していかないとな。わかってはいるんだけど、それができないから苦手なんです。一回時間をかけて、しっかり練習しないとダメかもね。
今のところは、しっかり動きを見ていけば避けられたんじゃないのか？繰り返しますが、それができないから苦手なんです。その苦手を克服すれば、霊夢も完璧超人に一歩近づくんじゃないかな？おお、朝川さんの称号を私も得られるっていうことですか？モフさんのコースに、浮き輪を使ったコースがあるから、それで練習したらどうだ？え？モフさんのコース？私は私らしく生きていきます。霊夢、よっぽどトラウマになってるんだな。何しろ8時間だもんね。でもまあ、確かに浮き輪が得意まではいかなくても、苦手意識を克服するくらいまでは行きたいよね。このステージくらいの難易度で練習するのが、私たちにはちょうどいいのかもしれないな。お、見事な場所にトゲが配置されていますね。ズルして飛んでいくのは禁止っていうことなんだろうな。く、そ、お得意のズルは潰されちゃったか。最後の仕掛けの部屋も、正々堂々とやっていこうね。今のところ苦戦しちゃったし、ここで中間取ってもよかったかもな。でもまあ、やっぱりバランスを考えたら半分ずつになるのかな。さて、最後はずっとリフトに乗って進んでいくんだね。砲弾やガスバーナー、それにガリガリまで来ていて、難しそうなんだぜ。ここでミスしちゃったら、さっきの浮き輪からやり直しになっちゃうからね。それは困る。なら、なんとか今回で決めてやるんだぜ。せっかくマントマリオの状態なんだから、変に焦ってマグマダイブするよりは、2回当たってもまだチビマリオになるだけっていうくらいの気持ちでいた方が、いいかもね。霊夢、それって、なんだかもっともらしく言ってるように聞こえるけど、要は、ゴリ押しを正当化しようとしているだけなんじゃないのか？何よ？じゃあ、マリサとヨウムは、また私が浮き輪でぐだるとこを見たいの？確かにまた浮き輪で時間かかってしまう可能性はありそうだな。私はちょっと見てみたいけどね。よし、仕方ない。いつの間にかダメージ食らってるけど、これ以上ミスしてやられることだけはないようにやってくれよ。ようやくマリサも私の実力を分かってくれたようだね。私にサクサクノーミスクリアを求めるなんて、どれだけ無理な要求だかやっと分かってくれたみたいだね。威張れることじゃないだろ。今回は仕方ないが、できるだけサクサクを目指してくれないと困るんだぜ。そうそう、動画時間が長くなっちゃうと、編集時間もどんどん長くなっちゃうからね。ヨウム、それは言っちゃダメだよ。なんとか赤コイン全部集めて鍵をゲットすることができたんだぜ。あれ、神殿はどこかな？きっとその扉の先だよ。いるわけないだろ。お、神殿はいなかったけど。金銀財宝に囲まれたいっていう願いをコース制作者様が叶えてくれたね。制作者の方、このバカ二人のためにありがとうございます。霊夢、このコースはどうだった？どの部屋も難しすぎなくて、なのに仕掛けはしっかりしていて、楽しかったです。今日はこの辺で終わります。高評価、チャンネル登録していただけたらありがたいです。うつ主のモチベーション、上げてくださいね。